はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、千葉県にラーメンを食べに来ております。ちょっとね、僕今花粉症でして、とりあえず今のところ鼻は大丈夫なんだけども、喉が腫れちゃってるんでね、ちょっと声聞き取りにくいかもしれませんが、ちょっとねそのあたりは申し訳ございません。で、今日ね、ラーメンを食べに来たということで、しかも普通のラーメンではございません、チャレンジメニューでございます。今日は、僕の後ろに見えております秘密ラーメンなじみさんという、僕も以前ですね、デカ盛りハンターさんとか、あとはね、 YouTube でも他の方のチャンネルでコラボ撮影の時にね、チャレンジメニューを挑ませていただきまして、こちらのお店さんにはスーパーラーメンという麺5玉が入ったチャレンジメニューがあるんですけれども、それをクリアすると挑戦ができるスーパーラーメン2、そして3まであると。僕自身は他のチャンネルでスーパーラーメン2とプラスデカ盛りハンターさんという、まあ、テレビ番組の方ではですね、3をさらに進化させたヤバいやつを食べたんですけれども、本日はそのスーパーラーメン3に挑もうかなと思っております。まあ、ただ僕がね挑んだ時はまだまだ全然大食い現役バリバリだった時ってことで、ちょっと今ですね、そのスーパーラーメン3が食べれるかっていうまた不安もございますが、できる限りですね、本気で挑んでいこうかなと思っております。それではですね、早速店内入っていきましょう。はい、ということで、ただいまですね、なじみさんの店内に入っております。こちらのお店さんはですね、もう大食いの方も相当来てまして、確かね、一番最初に動画で撮ったのがマックスさんかな。で、マックスさん来た時にチャレンジメニューなんだけど、うますぎて感動して、もうチャレンジどころじゃなかったと、まあ、言うぐらいね、本当に僕も食べてるんですけど、美味しいラーメンがいただけまして、こんな感じでですね、何種類もラーメンがございます。まあ、いろいろトッピング糖があったりとかで、つけ麺で辛いのなんかもあるんですけれども、こちらが先ほどお話ししておりましたスーパーラーメン、こちらが1で2となっておりまして、一玉ずつ増えてる感じでございますね。で、僕が今回挑むのがこちらスーパーラーメン3ということで、麺が7玉で、成功の場合が料金が無料になりまして、制限時間が45分と、めちゃくちゃでかいチャレンジメニューでございます。で、こちら開くとですね、同意書が出てきまして、まあ、ルールに同意するしないと、もちろん同意させていただきまして、味がねこの中から選べるんですけれども、今回ですね、一番この左上にある豚骨醤油で注文しようかなと思います。ちなみにね、以前食べたこの濃厚豚骨醤油もめちゃくちゃうまいので、ぜひ皆様はですね、普通のサイズのラーメンで食べてみてください。で、ちょっとね、今これ注文しますと、暑さ対策として扇風機もいただきます。こんなね、ホスピタリティに尽くされたチャレンジメニューはなかなかないっすよ。大きいラーメン食うとめちゃくちゃ熱くなって汗だくになるんでね、僕らにとってはこれめちゃくちゃありがたいっす。失礼いたします。ありがとうございます。あ、受け取っちゃいます。すいません。うおー、ありがとうございます。ということで、ただいまですね、メニューが到着いたしました。出来たてのチャレンジなんです、早速挑んでいこうと思います。じゃあすいません、お願いします。はい、はい、よーい、スタート。はい、それでいただきます。これは必要ないですか？あ、大丈夫です。はい、じゃあいただきます。よし、いや、ちょっとでかいな、やっぱり。で、このね、チャレンジに関しては勧誘しなくてもよくて、具材のみってことなんですけど、まあ、できればね、汁も飲んでいきたいなと思います。いや、麺すげえ。やっぱうまいわ、このね、麺がうまいのよ。もうね、今日もこのオープンからお客さんずっと入りっぱなしで、もうここら辺ではね、人気店なんで、ちょっとぜひね、皆さんも食べてください。これチャレンジ以外も本当にうまいから。
うん、うめ、チャーシューと海苔を具材ちょっと絡めてさ、うめえ。これ今こんだけ楽しんでるけど、いや後半やべえんだろうな。掘っても掘っても麺が出てくるもんね。ちなみにね、本当に扇風機対策じゃねえや、暑さ対策だの扇風機をいただくぐらいなんで、本当にこのラーメンめちゃくちゃ熱いです。皆さんチャレンジする際は火傷だけには気をつけてください。うん、で結構ね今ガチめに挑んでますけど、やっぱりこうやって美味しくてしっかりと挑んでても楽しめるチャレンジメニューは最高に楽しいね。さて、迫力がやばくなってくるわ。待って、今麺どかしたらやばいの出てきたよ。ちょっとこの大きさでこんな厚めのチャーシューやばいんですけど、待って、こんなん入ってたっけ。ちょっとかじりつこう。まあ、待って、めちゃうまいこれ。柔らかくてうまっ。こういうチャレンジの時はきつくなるから、もう序盤にねこういうチャーシュー食べたいんだけど、うまいから取っとくわ。柔らかくてね、多分ね全然辛くないと思う、最後でも。この辺りでこの辛味噌溶いて味変してみますか。これ意外に辛そうだな。うん、あ、結構辛い。唐辛子も効いてるから、これちょっと大食いの際にこの辛いのは結構効くかも。そしたら今ちょうど制限時間10分経過ぐらいかな。だいぶもう具材ないですね。これで45分は優しすぎるて。
そしたら今ね、あらかた具材は食べ終わりまして、残りはこのとんでもなくでかいチャーシューのみでございますね。どうか、そしたらひとまずね、具材はこれでほぼほぼラストです。そしたら残るですね、こちらのスープ飲んでいきたいと思います。ということで、ただいまですね、チャレンジの方が終了いたしました。結果はこんな感じでございます。残り27分4秒ということで、まあ、約18分ということで、なんとかですね、20分以内に完食することができました。改めまして、ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、なじみさんでこのスーパーラーメン3という、実はですね、もうデカ盛り界ではかなり有名。1に関しては成功率が確か8割以上とか、一般の方からもすごく愛されているチャレンジメニューとなっておりまして、こちらのね、なじみさんに関してはメインの味が本日ね、いただいたこちらの豚骨醤油らしいんですけれども、うまかったね。なじみという名前の通り、なんかね、どこかね、懐かしいような、こういう味求めてたな、みたいな、そこにね、ビタッとハマってくるようなラーメンとなっておりますので、もちろんね、豚骨醤油以外にもいっぱい美味しい味ございます。ぜひ皆様もですね、チャレンジメニュー以外、普通のラーメンをぜひ楽しんでみてください。久々にやった、結構ガチめのチャレンジ。話したけど結構ガチめのチャレンジで、まあこれだけのね記録が出せたのはまあ良かったんじゃないでしょうかということで、今日は終わらせていただきたいと思います。それでは本日もですね、動画が良かったと思ってくださいましたら、ぜひコメントや高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。もうね、出来たてをチャレンジメニュー今回そのままいただいたので、ちょっと、この米編コーナーの後ろにね、貼らせていただいている、いつも今回の動画の食材は貼れません。画像がありません。すいません。ということで、本日ですね、米編コーナー参りたいと思います。前回公開させていただきました、ポンユーさんより本日一つ目の米編はこちら。ポンユーさんの動画ね、がっつりとちょっと逆光になったのもあって、カメラのレンズにね、光が反射したみたいで、こう、映像がね、キラキラしちゃったんですよ。僕も動画をね、見た時に結構絶望したんですけど、ただ正直ね、それを気づかないぐらい、もう普段もね、そういったことよくあるので、まあちょこちょこと気にしてるんですけど、それぐらいね、本当に美味しい町中華でございました。僕自身もね、大好きなお店ですので、ぜひね、皆さん、広辞苑にございます町中華、ポンユーさん、美味しい料理食べてみてください。そしたら本日、二つ目の米編。これね、本当は YouTuber としてはね、もちろん皆様に見たいと思ってもらう動画を作りたいので、サムネ用としてね、こう全部の料理を一気に注文して来るまで手をつけないと。
それがねやっぱり一番サムネ映えするのは分かってるんだけど、もう本当に作り手さん、僕がね大好きなお店の方の気持ちを考えたりとか、やっぱせっかくね出来たての料理ができているので、それをね食べずに待ってるってことはできないですね。ちょっと今後もですね、こういった一品一品頼む動画につきましては、もう本当はね並べてねサムネを作りたいんだけれども、こう一品ずつね、サムネ撮影をして、それだけ、まあ、単品でね載せるみたいな形になっちゃうと思うんですけれども、まあインパクトはね確かに一気に頼んだ時よりも欠けますが、美味しそうな絵としてはもう絶対に負けないと思いますので、ぜひねちょっと今後も皆様そのサムネを見て僕と一緒にねこの食欲をかきたてていただければと思います。そしたら本日最後のコメント、これね結構難しい問題なんですよ。やっぱり今までもですね、こう動画にしたせいでこう常連さんが入れなくなったから、ちょっとどうしてくれるんだみたいなコメントをねいただいたりとか、こう返信をいただいたりとか結構してたので、やっぱ一時期ね悩んだことがあったんですけれども、このねコロナ禍になった時に僕のやっぱり好きなお店がね何軒かね閉店されたりしたんですよね。うん、そう、やっぱ地元常連さんがね来れるお店ってのはすごく大事だと思うんですけれども、それだけじゃやっぱり実際問題賄えない部分って結構ありまして、ましては今のご時世ね、こうちょっと原価が上がったりとかして、今までのお客さんの来店数じゃちょっと売り上げがね追いつかないっていう部分もあるお店も結構ありますんで、ぜひですね皆さん、こちらのコメントの方にですね、みんなが好きな、自分のね地元のお店ご紹介いただければ、絶対ではないんですけれども、まあそのね動画にねできる場合もございますので、僕の微力な力ですけれども、皆様のね、好きなお店を、継続反映させるね、少しでもお力添えができればと思いますので、どんどん教えていただきまして、僕はねバン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 行けたら一番いいかなと思います。ぜひですねちょっと混んだらこの好きなお店困るわってお店さんでも、やっぱりお客さんが来ないと将来どうなるか分かりませんので、少しでも僕にもですね、こう皆様の好きなお店に対してこうお力添えがねできればいいなと思っております。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画はこのあたりで締めさせていただきたいと思います。噛んだ。じゃあね。